すると、このようにですね、よく映画とかドラマに出てくるの、ね。はい、ということで、今日はですね、このめちゃくちゃイケてるダイソーのおもちゃですね、を見つけてきましたんで、こちらをレビューしてみたいと思います。ちょっとね、これね、結構前に買ったんで、今最新で売ってるかどうかわからないんですけども、えー、ダイソーで330円ですね。まあ、ダイソーにしてはちょっと高い商品の一部ですけどもね、えー、このように、 バーンと音が出るアクションピストルという風なことになっています。はい。そして、なんとですね、サイレンサーがついてるんですね。で、これ、電池で動くおもちゃで、えっと、このピストルの音を楽しむおもちゃっていうふうに考えた方がいいと思います。引き金、スライドを引くと、クチチっていう音がして、さらに引き金を引くとバーンっていう音が出るんですね。さらにサイレンサーをつけると、このピュン、ピュン、ピュンというですね、音が出ます。では、早速これを。 え、レビューしてみたいと思います。はい、こちらがですね、炭酸2本の電池を入れたものとなります。では早速、どんな音が出るのか、ちょっと見てみましょうかね。まずは、普通にサイレンサーをつけない場合です。見てくださいね。こう、引き金引くと、勝手にこうスライドするんですね。連車ができます、そして、 こうやってね、手動でサイレン、サイレンサーでこのスライダーをこうして後ろに聞くと、そしてさらにですね、これ優れているのが、このサイレンサーなんですけど、サイレンサーをこうやってつけますね。そうすると、はぁ、このようにですね、よく映画とかドラマに出てくるような、サイレンサーでこう人ぴゃんってこう、殺人暗殺者がですね、こう人を殺す瞬間がありますけど、その音と似たような感じで、出てくるんですね。サイレンサーを取るとちなみにこの、 バキューンってうわれちゃしかも、こう、自動的に、こう、スライドカチャカチャってあると。しかも、カチャ。こんな風にも遊べるし、サイレンサーをつけて、っていう風にも遊べるおもちゃです。どうですか、これ。これ330円で、これだけ遊べるって、もう絶対買いですよね。 あのストレス解散あのストレス発散にもなると思います。非常に優れたおもちゃです、えー、皆さんもし見つけたらね。多分ね。あんまね人気なのかな？売ってるの見たことないです。人気だと思います。ぜひダイソー330円で買えますので試してみてはいかがでしょうか？